ポルペーモスは、ギリシア神話の巨人、または人物である。長母音を省略してポルペモスあるいはポルフェモスとも表記する。ポルペーモスとは、名の知られたという意味である。神話では、一つ目の一食い巨人と、アルゴナウ隊の一員である人間、二人のポルペーモスが登場する。ヤーコブ・ヨルダーンスの絵画、ポルフェモスの洞窟のオデュッセウス。ブーシキン美術館所蔵。 わたつみ高セードーンとポルキウスの娘と王様の息子、キュクロープスの一人とされる、ホメーロスの女ジ子ジシ、オデュッセイアー大急章で、オデュッセウスが語る、高階段に登場する。ポルペイモスは、キュクロープスたちの中でも最も大きい体を持ち、キュクロープスたちの島の洞窟に住んでいた。オデュッセウスが、トロイア戦争からの木と、この島に立ち寄った際、 12人の部下と共にポリペーモスの洞窟に閉じ込められた。部下たちが2人ずつ食べられていくうち、オデュッセウスは持っていたワインをポリペーモスに飲ませて機嫌を取った。これに気を良くしたポリペーモスは、オデュッセウスの名前を尋ね、オデュッセウスがウーティスと名乗ると、ポリペーモスはお前を最後に食べてやろうと言った。ポリペーモスが酔いつぶれて眠り込んだところ、 オデュッセウスは部下たちと協力して巨人の目をつぶした。ポリペイモスは大きな悲鳴を上げ、それを聞いた仲間のキュクロープスたちが集まってきたが、誰にやられたと聞かれて、ポリペイモスがウーティスと答えるばかりであったため、キュクロープスたちはみんな帰ってしまった。オデュッセウスたちは羊の腹の下に隠れて洞窟を脱出し、船に戻って島から離れた。この時、 興奮したオデュッセウスが、本当の名を明かして嘲笑したため、ポリペーモスはオデュッセウスに罰を与える、幼父、ポセイドオンに祈り、以後、ポセイドオンは、オデュッセウスの帰還を何度も妨害することになった。ポリペーモスがオデュッセウスによって、目をつぶされることは、エウルモスの子、テーレモスによって予言されていたという。詳細は、ガラテアを参照。古代ローマの詩人オウィディウスは、 ポリペーモスがガラテアという名のニュームペーに恋をした逸話を伝えている。エラトストヒッペアの息子でアルカディア人。カルドーンの怒りに参加したカイネウスとは兄弟。イアーソーンが率いるアルゴナウ隊に参加した。コルキスを目指す途中、アルゴブネがミューシアーに立ち寄った際、ヘイラクレースの愛していた少年、ヒュラースが水のニュームペーにさらわれてしまった。ポリペーモスがヘーラクレースと共に、 ヒュラースを探している間に船は出航し、二人は置き去りとなった。ポルペイモスはミューシアーに清須氏を創建したという。ありがとうございます。